シャロンです。というわけでね、今回の動画はですね、チャンピオンズリーグ愛知が直前まで迫ってきているということでね、私シャロンは残念ながら今回落選してしまったんですけれども、参加されるというね、視聴者の方も、いらっしゃると思うので、少しでもね、助けになればいいなということで、今回私シャロンもね、練習してきたので、チャンピオンズリーグ愛知の環境予想みたいなのをね、やっていきたいと思います。でね、早速なんですけど、今回の環境予想に関して、何に基づいて予想しているかっていうところなんですけど、やっぱりね、緊急事態宣言だったりとかの影響で、B レギュレーションが落ちてからの、一撃マスター、連撃マスター以降の環境っていうのは大会がすごい少ないという、状況で、情報がね、全然出回ってないという状況です。なんですけれども、やっぱり全くないというわけではなくて、なんだかんだでね、大会開いてくれてる店舗さんだったりとか、リモートの大会とかね、海外の大会とか、海外って言ってもね、PTCGO とかは、パックが全然出てなかったりするんですけど、実はね、台湾とかでは、日本と同じような、現行のレギュレーションでの大会がね、開催されてたりするので、意外とね、参考にできる大会なんかはあったりします。で、そういう情報なんかをね、まとめた上でですね、自分の練習と当てはめてみて、自分なりの考え方にまとめてみたという感じになってます。でね、参考にしたうちの大会の一つとして、このね、台湾の高雄リージョナルリーグっていう大会、これがね、2000人規模、2000人以上の規模で開催された、それにもう日本より規模でけえじゃんっていう話なんですけど、大会になってまして、これが、一撃、連撃のカードも使えるという環境になってますね。ただ CL 愛知では、双璧のファイターのカードも使えるという環境なので、実際のところ少しだけ環境は違うんですけれども、ただね、ぶっちゃけ双璧のファイターって環境を変えるようなカードっていうのはそこまで多くないので、これがね、ベースとして、参考になるんじゃないかなと思います。でね、使用率なんですけど、三振ザシアンが 22%、無限大な VMAX が 8%、で、ビクティニ VMAX と、パーフェクションを組み合わせたデッキが 8% で、ビクティニ VMAX 単体が 6% っていうことなんで、ビクティニ VMAX っていう単位で見ると、14% となりますね。で、ついで連撃。そして、27% のその他、連撃もね、ドラパルトと組み合わせたものが 5% で、連撃ルーラーをスタンド体のものが 4% なんで、合わせると 9% ということで、無限大の VMAX より数が多くなりますね。で、他にもレッドパーフェクション、丸役で、インテレオン、ドラパルト、一撃なんかが使われているという大会になったみたいですね。なので、パーセンテージで見ると、三振ザシアン、ビクティニ VMAX、電撃ウーラオス、無限大な VMAX の4強というのがこの大会の分布だったみたいですね。で、この大会の結果としてはね、三振ザシアンがベスト16の中をね、大量に埋め尽くすという結果になってまして、それ以外のデッキはね、結構まばらに勝ってはいるんですけれども、連撃ウーラオス、無限大な VMAX、ビキティニ VMAX もね、やっぱり三振ザシアンに比べるとそこまで勝っていないということで、ここから読み取れるのはやっぱり三振ザシアンはね、この環境のもう中心にいることがね、確定的に明らかということだったりとか、インテリオン VMAX がね、もう3人もいたりするから、結構このデッキワンチャンあるんじゃないかとか、あるんですけれども、なんだかんだでね、日本では投げつけ猿なんかがね、登場していたりする関係で、これをね、鵜呑みにするというわけではなくて、これも含めて、自分の考えに当てはめてみるというような形で考察していってます。でね、他にも国内の大会だったりとかをね、見て、自分もそれを踏まえて練習してみて、その結果ね、ティアリストっていうのをね、皆さんもね、結構聞いたことあると思うんですけれども、簡単に言うと、強さランクだったりとか、なんか、分布ランキングみたいな感じですかね。っていう風に捉えてくれて結構です。っていうのをね、作ってきましたので、それを発表します。まず、ティア1。これがもう環境の中心である、一番強いデッキっていうような評価ですね。が、ビクティニ VMAX と三振ザシアン。で、ティア 1.5、レッドパーフェクション、連撃、ウーラオス VMAX。ティア2、無限大な VMAX、一撃、ウーラオス VMAX。ティア3が、アーマーガー、ドラパルト、丸役で、マットパーティー、インテレオン、草パーフェクション、など、というようなね、形で。これを、今回のね、シャロン的 CL 愛知ティアリスト、とさせていただきました。もちろんね、現時点です。この撮影時点ですので、残りのね、1週間の間に環境が、激変するっていうことももちろんあり得ますので、それはね、これを完全に鵜呑みにするわけではなくて、皆さんもちゃんと情報は追ってほしいですけれども。で、今回このね、ティアリストのデッキについて、私、シャロンの感想だったりとか、なぜこのランクに当てはめたのかっていうのを、一つずつ解説していきたいと思います。はい。で、まずはね、こちら、ビクティニ VMAX デッキですね。で、こちらのデッキは、どういうデッキかっていうと、もう超簡単ですね。大ビクトリー。この2エネで、相手がポケモン V、VMAX だったら220ダメージ出るっていう技を使って、もう2ターン目からね、ボスのシェルで相手のポケモン V を倒す。ボスのシェルでポケモン V を倒すっていう感じで、2、2、2とかでね、
サイドを取っていくっていうね、感じのデッキになってるわけなんですけど、まあやってることがめちゃくちゃ単純っていうのと、まあ、2エネだから、あの溶接工なんかも使わずにね、ただ手張りだけでもね、成り立っているし、まあ、特に技のデメリットもないっていうところで、単純明快な強さですよね。ポケモンカードゲームの、あの根本にあるのが、相手のエネルギーのついてるポケモンを倒していけば勝てるっていうのが、まあ、すごい基礎的な部分であるんですけど、まあ、それをなんか体現してるようなデッキかなという感じですね。でもやっぱり相手のポケモン GX に対しては大ビクトリーの打点が100しか出ないっていうところで、相手の対ポケモン GX 用でね、ミューツ&ミュージックスと組み合わせてる構築がまあ一般的とされてますね。でまあこのデッキがね、まあ、ティア1である理由としてはやっぱりね、水ポケモンが弱いんですよね。でしかも水ポケモンでも V であれば、まあもちろん大ビクトリーで220点食らってしまうので普通にきついですし、じゃあポケモン GX の水タイプで戦えばいいんじゃねと思っても調べたら絶望するんですけど、ポケモン GX の水タイプってめちゃくちゃ弱いんですよね。一番マシでまあカメポチャぐらいかなっていう感じで、まあカメポチャもちょっとね現時点でのまあ環境にね、あのふさわしいスペックではないので、まあ、そうなってくるともう実質弱点がないようなあのポケモンになってくるので、まあ、それこそね、まあ、インテリオンデッキなんかは、まあ、ビキテニ VMAX デッキなんかには勝てたりしそうですけど、まあ、じゃあ他のデッキには勝てるのっていうところでね、あのもうポケモンカードってまあその特定のデッキに勝てるだけではね、チャンピオンズリーグみたいな舞台では勝ち上がれないっていうこともありますので、やっぱりレシリザがね、王者時代から続く水ポケモンが強くないから、まあ、炎最強だよねっていうのを、まあ、ビキテニ VMAX も今回もね、まあ、証明してくれていますよと。でまあこれはね、そのさっきも話したんですけど、デッキを回す難易度があまり高くないっていうところと、あとまあカードがねあんまり高くないっていうところですね。でまあ組みやすいので、まあ今大会でもね、まあ三神ザシアンと並んでティア1となるでしょうということで、こちらの位置にさせていただきました。はい、で次にね、今も言った三神ザシアンですね。でまあ、こいつはもうね、何年こいつと戦ってるんだっていう感じなんで、まあ、説明不要だと思うんですけれども、環境がねめちゃくちゃ速くなっているので、初動で事故ったりしちゃったらもう負けるんですよ。って考えると、やっぱりデデンネ GX、クロバット V なんかを使ってデッキを回していくっていうのが今存在するデッキのほとんどのデッキの動きになってるわけなんですが、まあ、そのエンジンであるデデンネとクロバット倒したらゲームが終わるっていうね、とんでもないね壊れカードなわけですよね。もう皆さんご存知の通り。でまあ最新弾でもね、ヤマビコホーンみたいな、あのその理不尽な展開もできるような選択肢も増えていますし、まあ、やっぱり結局こいつにアルティメットレイ打たれたら勝てるデッキってほとんどないんですよね。もう一個が、ずっと環境にいるっていうこともあって、みんなねこのデッキの回し方をね、知ってるんですよね、しっかりと。なんで、まあ、このデッキ使う人基本的にそのミスというミスを、まあ、せずにデッキを回すということもできますし、まあ、結構実力者の人も多いんじゃないかなっていうところで、まあ、ティア1は間違いなく、こいつだなと。で、まあ、分布的にもね、ビクティニ VMAX より三神ザシアンの方が多いんじゃないかなと思いますね。はい、で、対策必須のティア1が以上になりまして、ティア 1.5、次はレッドパーフェクションですね。レッドパーフェクションは、現状そこまで多分多くないんですけど、シャロン個人的にめちゃくちゃ評価が高いデッキですね。で、まあ、その理由としては、まあ、ビクティニ VMAX デッキに対して GX 軸であることで大ビクトリーが効かないので、有利に戦えるという点。まあ、これはやっぱティア1のデッキに対してね、これだけ明確に有利な要素があると、まあ評価も高いです。でまあ他にもね、三神ザシアンに対しても、まあフレアドライブ GX のリザードン GX なんかを使ってね、戦っていったりとかで、まあ結構有利に戦えるデッキで、まあ今までね、無限大な VMAX デッキはきつくて、まあ結局環境の一番手にはなってなかったんですけど、あのね、まあ、今回ガラルサンダー V を手に入れたことによって無限大の VMAX へのね、耐性もだいぶついたということで、まあ実質ね、弱点をこう解決したデッキというところもありますので、まあ、環境的にもかなりいい位置にいるので、考察が進むにつれてこいつの評価上がっていっていくと考えたので、ティア 1.5 とさせていただいてますね。はい、次が連撃ウーラオス VMAX デッキですね。まあ、このデッキに関しては、シャロン個人としてもめちゃくちゃ詰め切れてるわけではないんですけれども、というのもね、投げつけ猿が出てから、出るまではねめちゃくちゃ練習してたんですけど、出てからはね、まあ、抽選も出て落選してしまったということもあって、そこまで煮詰められてないんですよ。なんですけど、まあ、単純に投げつけ猿の登場によって望遠スコープと込みでね、巨大連撃のダメージが180出ますと。でこの180ダメージっていうのが疾風好きの150と合わせて330ダメージ、相手のね大半の VMAX ポケモンを倒せる、ラインなんですよ。
でこのね打点を自分でその格闘道場とかに頼らずに保管できるようになったっていうのはねもうめちゃくちゃ強いんですよね。まあただ結局ミューがきついベンチバリアのミューがきついっていう点はあの投げつけ猿が出たところで変わってませんので、まあ、そのミューの対策をどうやって施すかっていうところで、まあ、このデッキの進化は決まるわけですね。でまあ個人的にもいろいろ考えてみたんですけれどもやっぱりドラバルと VMAX と組み合わせるのが一番いいかなと思っていて、まあ、というのは連撃ウラオス VMAX デッキはあの対策としてねミューツ&ミュージックスを結構使われたりすることが多いんですけど、まあ、ミューツ&ミュージックスで来られたらドラパルと VMAX で弱点について戦っていけるっていう点で、まあ、弱点を補完できているという点とあのミューに強いという点どちらも加味すると、まあ、ドラパルと VMAX と組み合わせるのがいいのかなと個人的には思ってるんですが、まあ、それがねあの必ずしもベストというわけではなくて単純にまだ私がねあのちゃんと考察できていないだけで、まあ、新たなるウーラオス VMAX デッキの形もあるかもしれません。その時はこのデッキはまあティア 1.5 から1に、昇格するでしょうねという感じです、まあ、とにかくミュー対策が一番大事になってくるんでミュー対策ぜひ教えてください。で、お次はティア2ですね。ティア2が、無限大な VMAX。 やっぱりでもねこのデッキはガラルサンダー V とか新登場したねセイボリーなんかでねかなりメタられてるイメージがある人がね多いと思うんですけれどもやっぱりこの時めちゃくちゃ強いですよ。もう伊達にね王者だった、わけではないです。でガラルファイヤー V が登場したわけなんですけどこれがもう明確な強化でもうめちゃくちゃ強化されてますね。ガラルファイヤー V めちゃくちゃ強いですこのデッキの。で、まあ、今までね唯一の弱点と思われてたエネルギー加速手段がないっていうことだったりとか、まあ、それによるエネルギー事故だったりとかっていう展開がね、まあ、ガラルファイヤー V のおかげでなくなったので、まあ、今までねマニューラ GX を立ててどうこうとかねダークライプリズムスターを使ってどうこうとかってやったのがねガラルファイヤーとエネルギー付け替えっていうね全然デッキを圧迫しないエンジンでできるようになっているしもうめちゃくちゃ揃えやすいっていうところで相当強化されてるんですよ。ただその代わりに対策もされてしまってはいるんですが、まあ、どうせ無限大ないないでしょみたいな感じで対策をねあのしないでいくとかなり痛い目見ると思ってるんで、まあ、このデッキはちゃんとねティア2レベルのデッキとして抑えておいた方がいいと思いますね。で次は一撃ウラオス VMAX デッキですね。でこのデッキティア2なんだと思う方の方がおそらく多いと思うんですよね。世間一般的にはもうちょっと高い評価をもらってるデッキだとは思うんですが、シャロン個人的には低めですね。やることは単純明快でめちゃくちゃ強いんですけど、結局、リセットスタンプの耐性がね、めちゃくちゃ低いんですよね。巨大一撃を使った後にエネルギーが全部トラッシュされて、その返しでリセットスタンプを食らってしまうと、必ずね、活力の壺を引く必要があって、活力の壺を使わないと、バニールヘルガーを使ってもね、エネルギーつけれないっていう展開がありますので、相手に結構猶予を与えてしまってね、その間に、ウーラオス VMAX がフリーになって倒されてしまうっていうような展開がありがちで、でベンチワークも、まあ、デルビルを並べないといけないし、次のウーラオスを育てないといけない。で、まあ、そいつらを展開するためにデデンネやクロバットを使わないといけないってなると、オドリドリ GX とかもね、置く場所が結構なかったりとかして、まあ、総合的に見て、デッキコンセプト自体がリセットスタンプにかなり弱いデッキになっている。まあ、これはピカチュウ VMAX と一緒ですね。っていうところで、個人的な評価あまり高くないんですけれども、とはいえ強いデッキなのは間違いないです。しかも人気もあると思うので、まあ、大会でもね、実際に結構何回か当たるかと思います。なんで対策は必ず必要ですね。ただ、自分が使う選択肢としてはちょっとね、まあ、ティア2として弱めかなというふうに紹介させていただきます。で、まあ、以上がね、シャロンの考える今回のティアリストの、2までですね。3以降は、すごい色々なデッキがあって色々な選択肢があると思うんですけれども、まあ、総合的にはやっぱこの今紹介したデッキたちには劣るかなというようなラインナップになってますね。あとまあその劣るっていうのはもちろん強さの面でも言ってるんですけどやっぱ分布的な面が多いですね。実際にこいつらに強かったりとか持ち込むデッキとしていい選択肢のデッキとかあると思うんですけれどもまあやっぱりそういうデッキは分布的には対戦相手としてはねマッチングすることはあまりないと思いますのでまあ自分のデッキを考える上でのね対策必須デッキっていう枠組みで考えるとまああんまり考えなくてもいいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。というわけでね、今回は、CL 愛知の環境予想というテーマで話してみました。一応ね、自分がもし CL 愛知に出ていたらこういうデッキを使っていたなとか、あとね、練習で使っているデッキレシピはこういうのだよとかね、そういうのをまとめたノート、記事をね、書いてみましたので、もしね、興味がある方は、有料部分もあるんですけれども、こちら概要欄からね、読んでいただいたりとか、買っていただけたりすれば幸いです。結構ね、ガチ勢向けの内容になっております。はい。このね、シャロンチャンネルでは今後も CL 愛知に向けてね、どうこうっていうような動画もガンガン出していきたいと思ってますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
それでは